こんばんは、パオクです。この間ね、上野の神保町食肉センターへ訪れました。なんとね、ここはね、ランチタイムの時はね、45分950円で食べ放です。たまらん。 ここはね、A セット、B セット、C セットっていうのがあるんだけど、もものね、塩味、あとね、ネックピートロの味噌味、でね、B セットがね、もものタレ味、あとネックピートロのね、味噌味、それとね、 C セットがね、ハツの塩味、あとレバーの塩味、これをね、 例えば A セット全部食べ終わってから B セットを頼んだりとか C セットを頼んだりってことができるのよ。でね、あの A セットでも C セットでもね、とりあえずね 45分950円で食べ放。いや、これはね、お得じゃん。食肉センターのね、醍醐味はね、ファイヤー。うん、I need ファイヤー、ファイヤー ファイヤーっていう感じよ。とにかくね、炎上が大好き、ショコタンが。炎上が大好きなのよ、食肉センターは。それでね、このね、食肉センターはね、お肉の卸がやってる焼肉屋なのね。だからね、お肉はね、うまい、とてもうまい。 もしね、上野に寄った際はね、寄ってみたらどうでしょうか。もうね、安いからね、おすすめです。それではね、早速ね、このコーナーを、私の知らない世界。このコーナーでは皆さんのね、身の回りで起こったね、怖い話や体験談をね、紹介していくコーナーです。それでは最初のお話は、 仕事から帰ってくると決まって玄関のところに誰かが盛り塩をしています。もう半年続いています。管理会社に相談しましたが、何もしてくれないので、盛り塩はやむことがありません。誰がやってるのか見当もつかず困っています。年が明けてから 塩の量が増えているので怖いです。お金がないので監視カメラとか買えません。どうしたらいいでしょうか。フリーピー。そのね、塩はさ、何の塩だった。普通のさ、市販の塩とかさ、 あと岩塩とか今、いや、なんていうの、今いっぱいいろんな塩が出てるじゃない。参考までにちょっと聞いときたいんだけど、これがね、例えば瀬戸の荒塩だったとするでしょ。持ってる人ね、センスある。瀬戸の荒塩はね、すごく美味しいよ。そういうことじゃないですか。わかってます、冗談ですよ。 怖いね、これ。<笑>明らかにさ、あなたにさ、なんか嫌な気分にさせようとか怖がらそうとしてる感じがするけど、一応警察とかにも話しといた方がいいんじゃない。で、管理会社何もしてくれないの。でもさ、あなたが借りてるさ、例えば玄関のところだったらするでしょ。 なんかちょっといろいろさ、言ってダメだったらさ、そこのさ、会社、管理会社のさ、本社とかに電話してみたら。で、そこがさ、委託されてるんだったらさ、もっとその上のところに電話してみたらどう。だってさ、お金払ってさ、借りてるのにさ、玄関にそんなとこ置いといてさ、何もしないなんて、ダメでしょうよ。じゃ、管理費払わんっていうことになるからさ、とりあえずさ、 上の方に行ってみたら、もし何もしてくれないんだったら。とね、ちょっとなんかね、気味が悪いからね、一応警察にも話してた方がいいんじゃない。でさ、監視カメラ買えないんだったらさ、今ダミーとか売ってるじゃん。ダミーとか設置してみたら。
でさ、どういう、なんていうの、あの反応がさ、起きるかさ、ちょっと見てみるのもいいかもしれないよ。うん、もしね、あのお金ないんだったらダミーもね、おすすめです。それでは続いてのお話を。ネットでたまたま見つけた、クリスマスにあげた、ガリガリガリクソンのラブホナウの写真がひどい。ガリガリガリクソンラブホナウを検索してみてください。言葉を失いますよ。アットマークダークマン。これね、知ってる。うん、これほんとひどい。あのラブホでさ、あのなんか知らない男の人とさ、あの真っ裸でさ、疲れてるようななんか画像でしょ、画像っていうか写真でしょ、うん、あれひどい。これみんなね、検索しない方がいいよ、うん、あまりにもひどいから。うん、前にね、横浜のね、横浜税関展示資料室へね、行った時のね、映像です。ここではね、もう押収されたね、絶滅危惧種のね、動物の剥製とかね、あとね、模造品とかをね、すごくね、いっぱい展示してるんだよ。模造品ってことはさ、あの星野秋のさ、父、あ、いや、なんでもないですよ。ファンク何も言ってませんよ。でね、疑惑ですよ、疑惑。あ、疑惑っていうか、あの、ファンクが勝手にね、思っただけです。でね、ここね、すごいのがね、どんな風にね、国内にね、薬物をね、持ち込もうとした人とかのね、手口も紹介してるのよ。缶のね、中にね、一つ一つなんか大麻とか隠してたりね、あとね、船のね、底とかにもね、隠してたりとかね、まあ、ようやるわ。でね、ファンク一番びっくりしたのがね、よくこれ税関の人が見つけたと思うんだけど、あの、コンテナとかのさ、あの、外壁っていうかさ、壁あるじゃん。あれの中にさ、隠してたのも発見したんだって。いや、税関の人すげえ。うん、これほんとすごいと思う。まさかね、こんなところにさ、隠してなんて思わないじゃない。よくね、発見したと思う。それでね、ここのね、展示資料室にはね、なんかあの、当時のね、税関の人とかね、まあそういう関係者のね、あの、衣装とかもね、展示してんのね。でね、一つのマネキンね、よく見てみたらね、チャック開いてる。明日早いんでね、今夜はここまで。じゃあねー。